フュルト軍は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区に属する軍である。本軍は、フュルト市及び、ニュルンベルク市の西に位置しており、ニュルンベルク大都市圏を構成する一部となっている。フュルト軍地図フュルト軍には、チルンドルフ市、シュタイン市、オーバースバッハ市が含まれるが、フュルト市やニュルンベルク市は本軍に含まれない。軍の西部は、農業が盛んな西部、 ミッテル・フランケンに至る。フュルト軍はバイエルン州で最も面積の小さな軍である。地形上は南西ドイツ・シュトゥー・フェンランとの特徴を有する。サガン・コイパーの高台はビベルト川、ツェン川や小さな川によって幅の広い谷に削り取られている。埋蔵量の豊かなレールベルク層により、軍北部、特にランゲンツェンではレンガ産業が発展した。フィルト軍は 北から時計回りに、エアランゲン兵飛スタット軍、軍独立シエアランゲン、フィルト、ニュルンベルク、ロート軍、アンスバッハ軍、ノイシュタットアンデアアイシュバート・ビンツハイム軍と境を接している。現在のフィルト軍の軍域は、1800年までは、ニュルンベルク城白領、アンスバッハ公領をはじめ様々な両方の支配下に属していた。この領域は1806年に、 バイエルン王国領となった。1808年にカードルツブルク地方裁判所管区が設けられ、当初はペグニッツ軍に、1810年からはレザト軍に属した。フュルトは1809年にはすでに軍独立士となっていた。1862年春、カードルツブルク地方裁判所、エアランゲン地方裁判所、ニュルンベルク地方裁判所管区の18町村から、 フィルト地方裁判所管区が新たに設けられた。この裁判所管区は同じ年にカードルツブルク地方裁判所管区と統合され、別陸スアムとフィルトが成立した。フィルト市はこの新しい別力の本部所在地となったが、引き続き軍独立市の地位を堅持した。1900年1月1日に別陸スアムとフィルトからポッペンロイトがフィルト市に移管された。 1901年1月1日はダムバッハもフィルト市に編入された。ウンターファルンバッハも1918年1月1日にこれに続いた。1923年11月1日、シュネップフェンドイトがニュルンベルク市に併合された。1923年12月3日にブルクファルンバッハがフィルトに1924年5月1日に ブーフがニュルンベルクに移管された。1927年7月1日にロンホーフがフュルトへ移乗された。1928年4月1日にヘフレスが、1930年1月1日にクラフツホーフがニュルンベルク市に編入された。1931年10月1日に別クスアムとヘイヒシュタットアンデアイシュからプッシェンドルフが、 別クスアムトフィルトに移管された。1939年1月1日、ドイツ国全域でラントクライスという名称を用いることとなった。これにより、別クスアムトフィルトからランドクライスフィルトへ改名が行われた。1972年1月1日に、ノイシュタットアンデアアイシュ軍のキルヒフェムバッハが、フィルト軍に移管され、ランゲン戦士に編入された。 1972年7月1日に施行された地域再編により本軍は大きく影響を受けた。ボックスドルフ、グロースグリュントラハ、ノインホーフが、ニュルンベルクシエ、ザック、シュターデルン、ファッハが、フィール都市に移管された。この軍は、バイエルン州で最も面積の小さな軍であったため、残った軍域を隣接するアンスバッハ軍、ノイシュタットアンデアイショ軍及び、 ニュルンベルク市に分割する案が検討されたが、この案は却下された。農業の盛んな、経済的に強い北部の自治体を失った、代償として、フュルト軍は、旧ニュルンベルク軍から、シュタイン市を、ノイシュタットアンデアアイシュ軍からカッターバッハ及び、ビルヘルムスドルフを獲得した。2003年春、フュルト軍の軍庁所在地がフュルトからツルンドルフに変更され、この町に、 新たな軍庁舎が建設された。これ以後、軍行政は、軍域内で行われている。1988年から2008年までに、フィルト軍の人口は約18,600人、約19%増加した。近年増加の度合いは縮小している。以下の表は、1987年5月25日、現在の地域における人口推移である。 フィルト軍役場2014年3月16日の選挙は、二人の市長が、自らの自治体からの立候補者を引き立てる内容の記事を自治体の広報に掲載したため、ミッテル・フランケン行政府から無効を宣言された。やり直し選挙は2014年11月16日に行われたが、投票率は53.4%から29.0%にまで下落した。 図柄、基部気分に短い赤い三角図形。その中にまっすぐに立つ金の穂。それに被せて、紋章の下べりから銀の歯車の上半分が見えている。三角図形の上は左右に分割。向かって、左は銀字で金のくちばしと爪を持つ赤いわしの半身。翼の幹は金のクローバー模様。向かって、右は五回入れ替わる赤と白の斜めの縞模様。 解説、赤い和紙は、アンスバッハ工業のシンボル、赤と銀の配色は、ニュルンベルク城白を、ほと、歯車は、農業と工業を表している。三本の青いストライプに接した、白から緑に変わってゆく彩色がなされた輪を描いた、古いロゴは、約15年間使用された後、2009年に、新しいバージョンに置き換えられた。新しいロゴには、軍の紋章で用いられている銀。 黒、赤が採用されている。円は黒い影が付けられた銀の三次元リングに置き換えられ、三本の赤いストライプがこれに接している。古いロゴとは異なり、これらは同じ長さではなく、一面ではニュルンベルク、フィルト、エアランゲンの三都市を象徴し、同時に F の字を形成してもいる。新たに追加された文言、ライスタンスファヒグ、レビンスフラでは、 軍の名称のイニシャルである L と F が繰り返されている。フィルト軍は、1972年に、旧ドイツ領図デーテン地方のハイダ市、ベーミシュライパ軍、ベーミシュライパ市、ダウバ軍、ダウバ市から追放された人々に対する援助、協力関係を受け入れた。プレーモービルファンフィルト軍は、農業が盛んである。軍内に本社を置く有名な企業には、チルンドルフにある、 プレイモービルの製造業者、ゲオブラブランドシュテッター及びメッツベルケ、シュタインにあるファーバーカステル、カードルツブルクにあるカドルト社が挙げられる。ランゲンツェンには現在もレンガ工場がある。2000年、チルンドルフのライヒエンドルフ区に最初のプレイモービルファンパークがオープンした。軍内にアウトバーンは通っていない。軍の北部を連邦道 B8 号線が通っており、 フィルト市との軍境付近電源線近くまではアウトバーン風に拡張されている。いわゆる南西バイパスはもともとアウトバーン A752 号線として計画された。軍南部ではシュタインからブーフシュバーバッハまで連邦道 B14 号線が通っている。本軍は1956年7月1日から 現行の車両ナンバープレート記号化 U を採用した。このナンバープレートは現在も有効である。1844年に建設されたルートビヒ南北線がフィルト軍内発の鉄道であった。1865年にフィルトからビュルツブルグに向かう路線が分岐した。1875年から軍の南部をニュルンベルククライルスハイム線が運行している。 その後周辺地域は三本のローカル鉄道によって開発された王立バイエルンクニー鉄道は1827年にジーゲルスドルフからランゲンツェンへのツェングルント鉄道が開通し1895年にビルヘルムスドルフへ1902年にはさらに丸くとエルルバッハまで運行した1890年92年にミュンヘンローカル 鉄道株式会社がフュルトからツルンドルフを経由してカードルツブルクへ行くランガウバーンを開通させた。1914年にバイエルンクニュー鉄道のローカル路線が加わった。このビーベルト鉄道はニュルンベルクシュタインでアンスバッハ本線から分岐しフュルト南やツルンドルフアルテンベルクを経由してウンテルンビベルトリュクランと方面に向かう路線であった。 この路線の旅客運行は1971年にグロースハーバースドルフ以降が1986年には全線が廃止となった。これにより鉄道号は 87km から 69km と約1、4が失われた。これ以後、ビーベルトタールではフランケン乗り合いバス交通のバス路線が運行している。 ライヒエンドルとシュタインとの間の線路の将来は未定である。1990年代にはこの鉄道路線跡をランガウ鉄道に接続するための様々な案が検討された。こうした案は経済的理由、ニュルンベルクユーバーン建設計画、軍の政治的な抵抗により挫折した。ニュルンベルクユーバーン U 参戦が軍内に延長される代わりに、 あるいは延長されるまでの間、この路線が再開される必要がある。このためビーベルト鉄道利益共同体が結成された。軍の残りの部分はバス路線で、夜間や週末にはデマンド型交通で結ばれている。土日祝日や飛び石連休の中日の夜には、フィルト市庁舎、ニュルンベルク中央駅、その他の軍内市町村を結ぶ。 ナイトライナーと呼ばれる夜行バスが1時間間隔で運行される。ニュルンベルク広域交通連盟の発足以後、公共近郊交通機関に必要なのは乗車券だけである。ニュルンベルクユーバーンや、シュタットイコールームラントバーンやランゲンを延伸する様々な計画が提案されているが、2018年現在、具体的な計画は策定されていない。軍内には、 数多くの主体ンクロイツがあり、建造文化財に指定されているものも多い。フィルト郡内及び、フィルト市内には、自然保護区2カ所、景観保護区4カ所、FFH 地区5カ所、指定ジオトープ3カ所がある。フィルト郡は14市町村からなる。このうち市は4つである。行政共同体オーバーミヒエルバッハトゥーヒエンバッハ。行政共同体オーバーミヒエルバッハ。 トゥーヘンバッハー・ファイツブロン行政共同体、ゾイケンドルフ、ファイツブロンこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。